滋賀県は大津市に鎮座しております日吉大社にやってまいりました。それでは日吉大社の神秘に触れていきたいと思います。白藤太一のトラベルフロー in 日吉大社。歴史は古く、今から2100年前に比叡山に宿っている山の神大山喰いの神を麓にお迎えしてお祭りしたのが始まりと言われています。猿のマサルさんでございます。マサルいるのかなあ。マサルいるじゃん。マサルさん、マサルさん、西本宮の風門前にある手水舎へ。これどうやってするんだろう。心穏やかにご参拝いただけるようにと思いから、秋のもみじ祭りに先駆けて花手水を開催しているそうです。お手のみ、お手のみ、お手のみ、よし。西本宮大名鞭の神、今から1350年前、天智天皇の御代に天皇が奈良の飛鳥からこの大津の地位都を移され、近江大津宮、通称大津京を建てた時に、その守護として同じく奈良からお迎えしお祭りされた神様。これってすごい綺麗だね。立派だね。すごい立派なお社でございます。すごい。すごい西横かな。この日吉大社のお札1体と凪の葉、はいはい、一体で以上です。はい、はいはい、ただいまーす。はい、ただいまーす。日吉大社のお守りです。今日購入したのはこちらです。凪の葉守りでございます。凪の葉守り、凪は心が和む、海が和ぐなどの言葉に通じるところから、夫婦円満、縁結び、災難よけなどの霊樹と言われてきました。ふくらすずめの奴隷です。はい、中身はシャン、こんな感じです。幸福で楽しいことをすずめのふっくらとした姿に求め、昔からふくらすずめと名付け珍重してきました。土地の守り神、東本宮でございます。日吉大社は甲子園球場11個分ほどの広大な境内の中に約40社のお社が存在しています。滝の舞、手すりがかっこいいね。手すりがおしゃれ。続きまして日吉大社の東の方に行きたいと思います。東本宮に行きたいと思います。東本宮、比叡山の山の神様であり、そして坂本の地を古くから守る地主の神様でもあります。西本宮の神様が国を守る神様である一方、東本宮の神様は人々を守る神様として信仰されてきました。日吉大社の奥宮へ、果たして山頂までたどり着くことができるのでしょうか。歩くこと30分、もうそろそろです。もうそろそろで着くと思います。おー、すごい綺麗、絶景ですね。見てください、絶景です。すごい綺麗、琵琶湖が見えます。琵琶湖がすごい絶景ですよ。すごい絶景です。はい、それでは頂上まで行ってみたいと思います。正面に見えています岩は約10メートルほどの大きさのある黄金大岩という岩倉です。社殿を背にして見下ろせば琵琶湖の眺め一望です。2000年以上も昔から今の私たちがいるこの太古の社はたくさんのことを伝えてくれています。さて2000年後へ、私たちは何を伝えられるのでしょうか。過去の場所から未来を考え、そして未来へ祈る。私たちが何を選択し、何を未来に残すのか。我々人間は自分が望むことを叶えてほしいと祈りに行く。我がためか他がためか、意図高きこと少なきか。人はないが欲しいのやら考えることの多さに見失う。幸せを感じる心は一つだけ、一度に多くは持ち得ない。そのことを知ることが尊敬。不幸を思い不幸になる。思いを変えるだけで楽になることもあろうに、人は誠に複雑となる。言葉を知ることで便利となる。言葉を知ったがゆえに不便になる。2000年後へいつを機に新たな知恵と結びつくかな。